の佐々木さんとは、はい、ソファーというサイトでこの前も対談をさせていただいたりとかして、うん、そうですね、ただオンラインだったんでこう対面でね、うん、お会いするのが初めてだと思いますけど、そうですね、はい、ソファーの対談では、うん、あの印象深かったのが、うん、お母さんもそのおばあさんもおばさんも全員口が悪くて、あ、そうなんです、パートナーも口が悪いっていう、そうですね、大体口が悪いですね、うん、とにかく人の文句ばっかり言ってるっていうね、テレビ見てこうその人のなんか遍歴とかね、うんうん、どこに土地があるとか借金がどれぐらいあるとかねそういうのを割とこうやんやんやんや言うタイプだったんで、それをこうそれがこうテレビ彼女たちこう自分と父親と兄貴みたいなこうなんとか彼女たち越しにテレビ見てるみたいな感じだったんで、彼女たちは S 席に座ってる感じなんですね、 S 席に座ってる、ね、A 席っていうかもう見切れ席っていうかね機材見切れ席みたいなところに座ってたんで、それが割と普通だったんで、逆に言うとそういうあのいわゆる皆さんがねこのなんか年末年始になるとこう夫の実家に帰ってなんか親戚たちにまみれてやんやんついだりなんだりみたいなことはよくあるって聞くじゃないですか、うんうん、そういう光景っていうのにあんまり立ち会ったことがなかったんで、うん、割と小学普通あの実家にというかその母親の実家に戻るとそういう感じなんだったんで、あんまりそういうなんていうのかなこうマッチョな現場みたいなあんまり経験してもらったんですけど、そういう意味ではありがたかったなとは思ってますけどね。そうですよね、うん、あのやっぱりパートナーさんも口が悪いというかこうそういう鋭いということで、なんかそういう人といると安心するとかやっぱ本当にそのちょっと坂上忍がまた変なこと言ってるよみたいなのでわざわざ部屋まで来て呼んだりするみたいなちょっと今行くってなって、あもう切り替わっちゃったよみたいなことがよくありましたからね、もっと早めに彼が変なこと言いそうになってもっと早めに呼んでくれっていうことですかね、うん、一瞬でやっぱり次の話題に切り替わっちゃいますから、うんうん、ちょっとベル鳴らすとか、そう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 、走ってくるとか、走ってくるとか、そうですね、うん、そういう感じでしたけどね、まあ今なりそうですけど、うん、確かにあの私夫とこう結婚した時というか、その、うん、私のどういうところが良かったのって言ったら、うん、夫があの世間に向かって唾を吐いてるところって言ってて、すごいですね、なかなか初めての回答だったのでこんなの初めてだったんですけど、うん、ロックンロールのアルバムの帯に書かれてるファーストアルバムみたいな感じですよね、唾を吐いてるとこっていうので、うん、だからやっぱりそのまあそういう政治とか性差別みたいなことにこう私がこう不満とかですね、それに対して怒るとなんかあのもうそんなに怒る、まあまあってまさにね言って、はいはいはい、まあまあそんなに怒らないでよとか、こうスマイルみたいな、なんかちょっとあの収蔵的な、そうそうそう収蔵かよみたいな、収蔵ですよね、そうなんですよね、やっぱりその怒る女を見たくないとか、こういつもニコニコ愛想よくみたいなのをこう求められるようなことが多かったので、やっぱりその席に向かって唾を吐いてるところっていうのは本当なんかあのあ こういう人もいるんだなって思ったんですよね、唾は割ともう生まれた時から唾吐いてた感じだったんですか、その社会に対しては。唾吐いてましたよね、でもやっぱりその性差別とかに対してはこう、うん、私女子校で、はいはい、あの中学高校だったので、今もすごく女子校っぽい人生を歩んでるんですよね、女友達とこうやってねあのイベントとかもしたり、はいはいはい、でやっぱり共学の大学に行った時がすごくこうぶん殴られるみたいな、その性差別、中高が女子校で大学から、そうなんです、共学というか、だからそういう時に、まあ、中高だとこう、何ですか、山の上の女子校だったんでこうムカデとか出ても、なんか虫に強い女の子とかがこう退治するわけですよ、はいはいはい、担当がいるわけですよね、担当がいるんです、ちゃんと重いもの持つとかも、だからその男子がいなくて困ったことって一つもなかったし、女の子だって何でもできるというふうに生きてきて、でそれが共学の大学に行って、まあ、その女子はもう1割ちょいぐらいしかいなかったので、その例えばこう女子校では自分の意見をはっきり言おうって言って教育を受けたのに、自分の意見をはっきり言うとこう、まあ、女のくせに生意気だみたいな、こう出しゃばるなってこう わきまえていろみたいな、初めてだったんですよね、なのであのそこからすごくショックで、やっぱあの怒りみたいなものが、それともそのそれまで唾を吐き続けてて、大学時代にまあ9割方男子で1割の女性にならなくちゃいけなかった時には、その唾を吐くのはこう一応やめたというか躊躇したところはあったんですか、実際の行動としては。やっぱりもうなんかリハビリなわけですよ、男子とどう喋っていいかわからないし、急に来るわけですもんね、急の勢いでね。そうそう、あとなんか申し訳ないんですけど、女子校だったので、こう校舎が臭いとか、なんかやっぱり校舎の臭さとか、そうなんですよね、もう男子というものにほぼ中高6年間ほとんどやっぱりこう駅員さんとか、なんかそういう店員さんとかしか接したことがないから、普通に話すっていうもうリハビリでしたよね。で
あとまあそのルッキズムにも殴られるっていうので、こう、うん、まあ、例えば女同士でブスだのデブだの言わないんですよ、まあ、うん、そう、それこそね、面と向かって、はいはいはい、やっぱそういうことをなんかお前ブスだとかデブだみたいなことをこう、うん、イキリ男子、イキリ系の男子に言われて、うん、なんかその時は私はこう自分がブスでデブだから悪いんだって思っちゃったんですね。今だったらそんなこと言うやつがおかしいって思うんだけれども、うん、でそのすごく過激なダイエットとかをしちゃって、まあ、拒食を、過食嘔吐をするみたいなのもあったりとか、うん、だその時はやっぱりこう人間になりたいみたいな、なんか人間扱いされないわけです、はいはいはい、うん、なんか可愛い女の子とかちやほやするけど、うん、なんかこう人間扱いされないみたいなので早く人間になりたいみたいな思いでこう、うん、モテに走ったこともありますし、うん、すごくあの黒歴史、うんうん、でもやっぱそれぐらいのパワーバランスで一気にそこに、でも、まあ、慣れないとはいえこうやって授業を受けるとか何か行事を一緒にやるって時にはこう無理やり体をそこに合わせていかなくちゃいけないとかね、うん、対応しなくちゃいけないわけですから、そこでバグる人ってのは当然出てきますよね。そこまでのなんとか蓄えがあったとしてもね。そうですよね。あのサテッツさんは今いくつでしたっけ？今41ですね。で私48なんですけど、はい、なんか私たちが、うん、まあ、ちょっと離れてますけど中高時代の方が、うん、もっとなんかイキリ男子とか多くなかったですか？あ、多かったですね。ね、今なんかみんな人権意識高いような気がするんですけど。と思いますけどね。うん、まあ、それがまあまあなんていうんだろうと、まあ、今こう大学のある学校とかの周りの駅とかでね、こう電車に乗ってて聞いてると、こう男子5人組とかがいた時に割と生きるというよりもなんかみんな同調してるなっていうか、こうなんかよく話してるなっていう感じはあるんですけど、まあ、それ自体は別にいいっちゃいいんだけど、でも本当にこの人たちは思ってることを喋ってるのかなみたいな、そういう不安もあるっちゃあるんですけどね。かといって別にあのなんか俺こそが我こそがみたいな感じでこうやんややってるっていうのももちろんよくはないんですけど、うんうん、あのどうにも話が小綺麗にまとまってる感じっていうのもやや気持ち悪く感じたりはしますけど、よく明大前に通ってるとね、それはすごい思いますけど、はい、そうですね、うん、まあでも女性としても加害をしてほしくないっていうのがあるので、あの空気を読み合ってくれてるぐらいの方がむしろ、あの安心感はね、ありますけどね、そうですね。だから、うん、今の男の子たちがこう、なんかお前その子かわいいなとか、うん、なんかこう褒め合ってるとかはすごくいいなと思いますよね。なんかそういうの、そうですね、私たちの時代、かわいいとかって褒め合うことってあんまなかった気がする。うん、そういうことが、ね、その自分が本当に思ってることをどういう場面で言うのかっていうか、どういう場面で言う余白が残されてるのかみたいなことはやっぱり考えはするんですよね。常にこうどの場面でもこうその場の空気を読んで同意する、ここではこういうこと言っといた方がいいんじゃないか、ここではこういうこと言っといた方がいいんじゃないかっていうことになると、その人自身はなんかね、うん、何を考えてる人なのかよく分からなくなっちゃうっていうこと、うん、それがまあ外に対する加害性がなくなるっていう部分ではいいんでしょうけれど、うん、本当にじゃあこの人はどういうことを考えてるのかがたどり着けなくなったりするっていうこともあったりするんで、そこら辺はすごく難しいですけど、ただまあその加害性がなくなるってことは非常に大事なことなので、うん、それは自分たちの中高時代とかを振り返って、まあ、当時なんかね、その、まあ、今でいろいろ語られるようになりましたけど、その自分が好んでた雑誌とか見てると本当にそのホットドッグプレスとかね、ああいう雑誌やっぱり中学時代読んでましたけど、うん、もうその上目遣いなら OK みたいな、本当に平気で載ってたし、ね、それってでもまあ自分が中1中2とかでそういうのを見た時に、まずその上目遣いで OK だって書いてたら、やっぱ上目遣いで OK だ以外の言説っての目に入らないわけだから、そうですよね、うん、でそれより深夜ラジオとか聞けばもっとその上目遣いで OK っていうのをこうより肯定してくれるみたいなところがあって、現実に答えてこう身長差あって上目遣いになりますよね、それ見られへんやないかみたいな、そうだからそういうことってのも、あ、そうだ、僕の方が身長高かったんだとは思わなかったですね、やっぱりそういうの上目遣いだというふうに、あれは雑誌に書いてあったやつだっていうふうに思ってたんで、うんうん、そういうなんかこう情報選択が非常に絞られてたというか、まあ、自分で絞って取りに行ってたっていうところあるでしょうけど、そういうものでなんか植え付けたそのジェンダー感とか、それこそまあセックスとはどういうものかみたいなものに対する情報っていうのは、まあ、かなり危うかったなというふうには思いますけどね。大変危ういですよね。いまだにやっぱりこう2人で飲みに行ったらこう、OK なんだみたいなこうアンケートって定期で取られますけど、いまだになんかこう3割とかが、はいはいはい、あのいたりとか、やっぱりその性的同意、そのまあ、イエスミンズイエスとかですね、そういうこと一切やっぱり私たちもだし、まあ、他にいる皆さんもだと思いますが、習わずに来ているので、そういうところの、あの、すごく不安は感じますね。私、いろいろ中学、高校、大学とかで授業をしていて、うん、まあ、こう
大学生の女の子からはそうやってこう彼氏がこうセックスを迫ってきてこう断ると俺のこと好きじゃないのみたいな感じで切れられるとか、うん、でこう男子校とか行くと性的同意ってどうやって取るんですかみたいな感じだから、非常にそのなんだろう危機感も感じるんです。やっぱ習ってないっていう、うんうん、なのでそのそういう話の時によくこうもしこう今後あなたたちがそういう性的なことをすることになった時にその、うん、まあ女性と付き合ってたとしてね、あの断られてもそれあなたが嫌いとかじゃなくってこう、うん、その女性側の事情、例えば今日なんか脱毛してないとか毛剃ってないとかね、なんかブラザーとパンツがバラバラだからとか、なんかそういうなんかまあまだ心の準備が整わないとか、まあ避妊その妊娠が不安であるとか、その自分の側の事情で断るっていうことはすごく多いから、なんか俺のこと嫌いなのとかって言わないようにとか言いつつ、なんかすごい私も若い頃はブラジャーとパンツの不統一を恥だと思っている時代があったなって思って、すごく前世みたいって思ってるんですけど、もうまず履いてたっけみたいな感じだから、なんかすごく前世のように感じます。あ、まあでもそうですよね。だからそういう、いまだにそのたまに高校の、まあ、街図も削り取れって本出してから高校生向けに喋ってくださいとか、うん、それこそ男子校の高校の、ね、授業に行って喋ってくださいっていうふうに言って、まあ、やんやんいろいろ喋った後に、まあ、質問してくださいっていうふうに手を挙げると、必ずそのこう、まあ、出てくるのがその痴漢冤罪もありますよねっていう話と、その、まあ、レディースデーもありますよねっていう、この2本立てが本当に未だに続いてて、うんうん、ああもうまたこれかよっていう感じの顔はせずに一応それぞれ説明はするんですけど、なんでこの2本立てが非常に強くね生き残ってるんだろうかっていうふうに考えると、彼ら自身は日頃そういう話って多分あんまり人とはしないとは思うんで、なんかこうそこだけ植え付けられるものっていうのは、彼らは何を見てその凝り固まったものっていうのがせっかくこう真っさらな状態の中にね、うん、インストールされちゃってるんだろうかっていうふうには思うんですけどね、まあ、割と説明すると、まあわかんない、表情だけかもしれないけど、まあそういうことですかっていう感じで納得はしたりしてくれてるのかもしれないんですけど、そうですね、うん、私は授業ってすごいなと思っていて、例えばジェンダーの本も読まない、ジェンダーの講演とかも来ないっていう人でも、うんうん、その例えば150人、1学年150人の中学生を集めるとかって無理じゃないですか、まあですね、基本的に、はい、でもそれを、うん、世の中の男女共同参画センターとかすごいやっぱ若い人に来てほしいって言うけど、うん、本当集まらないんですよね、まあ、人口も少ないし、はいはいはい、でもやっぱり授業だと150人とかに、で中にはアンチフェミの子もいるかもしれない、うん、そういうなんかネットでこうミソジニを刷り込まれてる子もいるかもしれない、でもそういう子たちに強制的にやっぱ話を聞いてもらえるっていうのは本当に貴重な機会だなと思って、うん、なので皆さん、あの学校ってお金ないから、うん、あの本当に謝礼が安いですとか言って、うん、本当に安い時もあるんですけど、そうですね、もうびっくりすることがありますね、5000円みたいな小銭込みでみたいなあるんですけど、でももう本当にあのノーギャラでも受けるぐらい私は授業はね、あのすごくいい機会だと思って受けてますので、うん、よかったらあの、はい、ご依頼ください。でもそういうこう高校のクラスとかって必ずそのさっきちょっと言ってたけど、まあ、生きってるやつってのがいて、うんうん、それはもう多分どんな時代でもどんなクラスでも一定数に髪型の子とかいるんですけど、その生きってる人たちはこうやってなんか表に出てきた何らかをやってるかの人に対してまずノーっていう気持ちがあるわけじゃないですか。それ多分僕自身も高校時代とかでそういう感じだったと、なんか、ね、偉そうに喋りやがってみたいな。でもそいつが何かを喋った時にその生きってるやつがちょっとこう動揺するみたいな、うんうん、これ自分の中にないあれこれどうやって、まあ、頭の中でね反論しようとした時にちょっと攻め手にかけるなみたいなことを思ってくれたとしたら、うん、これかなりの効果ありというかね、そうですね、そいつ自身がちょっと揺さぶられるっていうのはすごく大事なことなんで、それをでも自分が高校時代、まあ、そのジェンダーの授業はなかったかもしれないですけど、なんかこううっとなんか自分の生きりをこうシャットアウトされるような瞬間ってあったような気がするんで、うんうん、それはすごく重要なことだと思いますけどね。ありますよね、やっぱパッとこう目がなんかこう、うん、こっちを見るみたいな瞬間がありますよね、その生徒さんと話してて、で私の場合はこう、毒親育ちの当事者としてその話をすると、結構やっぱり それぞれ家庭であの悩んでる子もいるし、うん、エリート校エリート校で教育虐待を受けてる子っていうのが、うん、半分以上じゃないかと私は思うんですよね。だからそういう子、まあ、毒親育ちで、まあ、父親自殺しまして、うん、まあ、母は拒食症で死にましてみたいな話で、うん、こういうことがあったっていう話をすると、うん、結構その聞いてくれるし、まあ、そこからそのジェンダーの呪いみたいな話をして、うん、でやっぱりこう助けを求められ、男らしさでこう助けを求められないって辛いよねとか、うん、で
そうするとこうその後の感想とかで実はうちも男親でみたいな、うん、父親がモラハラでみたいなのを、うん、こう打ち明けてくれるみたいなのがあるので、うん、なんかそういう話にするといいなっていうのはいつも思います、うんうん、そうですよね。どういう話されます学校とかでは。うん、でもまあその人があの何か質問してきてくれた人となるべくこう対話をするようにするというかね、なんでそういうことを思ったのかっていうのを聞こうとすると、まあ、そういう人たちがポロポロと何かを喋り出してくれたりするっていう瞬間があったりするんで、割とこれそれを救い取ろうとはしますけどね、うんうんうん、あそこでなんかそういう例えばジェンダーの問題とかそのまあ男性優位とかっていう話を誰かとするっていうことをしたことがありませんみたいな顔をしてるんで、うん、そこに対して割と一から喋っていくっていうようなことは心がけてはいますけどね、うん、そうですね。一番でもその良くないなと思うのはこう感想文とか来た時に、あ、すごいなんかこう上積みだけを取ってなんかいいこと書いたなみたいな感想文っていうのは結構来たりするんだ。そういう人にやっぱりなかなか届かなかったのかなみたいな、むしろこう、うん、あそこがもっと聞きたかったですとか、あれはちょっとどうかと思いましたみたいなことを書いてる人の方が一応こうなんていうか皮膚の中に入ったのかなみたいな、うんうん、体の中に入ったのかなっていうことを感じたりするんで、でもそれは毎回毎回なんかいろんな反応があって違う反応があって面白いなと思ってますけどね。だそういう本当にジェンダーの教育っていうのは、まあ、自分がこう25年前ぐらいね学生の頃中高で受けした頃って本当にそういうものがなかったんで、うん、僕はまあ中学サッカー部でしたけど、あの中学サッカー部の先輩が持ってるなんか AV がこう先祖代先祖じゃないや代々代々代々伝わるみたいな古文書みたいなこと伝わるで、それをその要するにまあ中学3年の人だったらその中学2年の人に見せてそれを共有するわけですね。で共有して当然どこが良かったとかあそこが最高だよねみたいなことをこう議論することによってその中2から中3へのアピール、まあ、中1から中2へのアピールみたいになるわけです。そうするとちょっとこう知りもしないのにこう盛るわけじゃないですか、うんうん、あの ほとんどそういう作品を見たことないのに、あのいやこれベストっすよみたいなことを言うとその貸し出し主が分かるってるだけだもんね。分かってるじゃんみたいな。それはあの実際その中身でどういうことが行われてたかというよりも、その何々先輩が所有しているものに対してこっちがまあ最高っすねっていうふうに言ったってことで、そっち側は分かってくれてんじゃんっていう、うん、そのコミュニケーションの中で。ただその AV というものが存在してて、でも実際はそこで行われている行為というのが見るのが初めてだから、うんうん、初めてだったり何回目ぐらいだったりするわけだから、それがまあそれがそれっていうことになるわけですけど、でも、まあ、今振り返ってみるとそこでってかなり、まあ、かなり強引にっていうような中身だったというふうに記憶してるんですけど、うんうん、そういうものがやっぱりスタンダードになっていくっていう、そこに客観性が持てなかったらどん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 そういうふうに強化されていくわけですよね、うんうん、だでもそれがもちろんそういう感じで性について学ぶというのは良くないんだけれど、でもそうするとその一本の AV に対して、まあ、サッカー部だったら30人ぐらいが、まあ、本当に喋り場ですよね。その本当にこの一つの AV について喋り場みたいなものが起きると、そうすると、まあ、なんか変なことを言うと、お前はそのバカじゃないのみたいなことを言うと、だから間違ったスタンダードなんだけど、スタンダードみたいなものが生まれるっていうものがあって、でも今そういうものの共有しないで一気にそれこそ検索で自分がもしかしたらこういうものが好きなのかもしれないっていうふうに多分検索すればそういった動画って一気にたどり着けるわけですよね。それがいわゆるもう痴漢のものかもしれないし、例えばレイプのものかもしれないしみたいなことを考えると、そういうこうコミュニケーション、それは間違ったコミュニケーションなんですけど、コミュニケーションがない状況でその中学生なり高校生なりが結構その個人の思考の方にうーっとなんか突っ走っちゃう可能性もあるんじゃないかなっていうのは、なんとなくこう危ういところかなと思ったりするんですけどね。そうですね、うん、私あの女子校でしたけど、やっぱり同じようにお兄ちゃんのエロ本とかこう誰かが、まあ、うん、持ってきてなんか「キッショ!」とか「こういう風になってるんだ」みたいな、なんかみんなで、はい、あの話したりとかしてましたけど、うん、やっぱりね、そのうち性教育始めますとか、うん、日本がすごく、まあ、あの今売れてたりとかしますが、はいはいはい、その日本というのは性教育が世界的に見ても非常に遅れていて、うん、まあ、そのアジアの中でも遅れている、うん、でそのあと同時にその生産業先進国と言われていて、うん、その AV とかアダルトコンテンツはなんか6割以上が日本がこう輸出しているということで、はいはいはい、あの生産しているということで、本当にねよく聞きますよ、その韓国人の女の子と喋っていても、うん、そのなんかこう
日本に留学するって日本語勉強するみたいな話をしたら、こうやめてとか気持ちいいみたいな、それとも AV で言葉を覚えてるとか、ね、エロい言葉として、はいはい、だから本当に危険じゃないですか、こうやめてって言った時にエロい、なんかこう、うん、エロい言葉を言ってるんだっていう風になんか誤解されるみたいな、本当にもう危険ですし、なんか本当にね、なんだっけな、中国人の子からこんなん言われたみたいな話で、なんか、あの、日本の女の子ってみんな、その、ギフトをセックスしないといけないのとか言われて、なんかギフものとかもあるわけですよ。なんとか介護みたいな、なんか。だからそういう、で、あの、日本の女の子半分ぐらいコロナに出てるんでしょとか、やっぱりすごく、あの、悪影響。実際に危険が迫りますよね、やっぱそういうのって。そうですね。とりわけもアジア圏では、そういった AV 上位の人たちがこう、本当にこう、マスターというんですかね、結構その、まあ、海外にいろんなこうイベントとかで行って、そこですごくこう、ファンがついてるみたいなことは言うから、逆に言うと、その、台湾なりどこそこでも、そういったものっていうのは、その、自分たちが住んでるところではなかなか、こう、出てこないけれども、まあ、その日本の、そうですね。まあ、韓国とか、基本的に禁止ですからね。そうそうそう。そうなんですよね。なので、まあ本当、性教育とかそういうところ、なんか、本当によくフェミニストはエロが嫌いみたいな、萌えが嫌いみたいな勘違いをされますけど、まあ、少なくとも私たち、私とかは、こう、性暴力をエロとか下ネタとして描くなって言ってるのと、まあ、ゾーニングをせよっていう話をしているので、でも今ってなんか、例えばなんか、排水口のぬめりを取るみたいなのを調べてもエロ広告とか、私は排水口のぬめりの取り方を知りたいのに、なんかやっぱりエロ広告が出てくるんですよ。ダメです、みたいな。その検索がってことですね、その、ぬめりというところで。ぬめりなんですか？排水口のぬめり。でもなんか、ポケモンとかでもね、なんかめちゃめちゃ出てくるって言いますよ。だからエロ広告めっちゃ出てくるよね。だから別にあれ、確かに検索に関わらず。多分そのぬめりの部分じゃないですか。そうそうそう。何らかの創造性を持ったエロ広告がそこにヒューッと入ってくるってことなんですかね。うん、もうでもほぼ何でも入ってくるよね。でね、子供とかでもなんかゲームとか、そのポケモンとかを検索するとやっぱ出てきちゃうみたいで、やっぱそれって欧米とかで考えられないらしいんですよね。だから本当日本だけみたいなので、あとまあこう、駅のね、バーっとこう、なんかこう、ハンナの少女みたいななんか、ポスターが48枚ぐらい貼られてるとか、まあすごくこういう世界で生きていて、その子供が、まあ、子供にも限らず、やっぱ加害者でも被害者にもしないっていうの、なんか大変だなって。めちゃくちゃハードル高いですよね。その本当にその、なんかこうニュース記事見てて、こうなんかエロ漫画みたいなのが出てきて、そこを避けてこうやってなんかね、押そうとしても。あのまたペケがめちゃちっちゃいんですよ。ペケがめちゃくちゃちっちゃいから、たまにこう、お指でやるんだけど、お指ってちょっと不安定だからね。なかなか別のとこ押しちゃうんですよね。でもそれ、まあ、こう大人になればそれをね、こう、こっちのところ、バツ点のところを狙うけど、まあ自分が子供だったらそれはそっちの方は興味ありますからね。見ちゃいますよね。これをしちゃうっていうことがあるわけだから、そういうことっていうのが、もう本当にありとあらゆるところで起きてるっていうふうに考えると、これになれるっていうのは本当に危ういことですよね。うん、本当、なんかこう子供を守るとか、そういう視点がないんだなと思いますね。やっぱ性教育とかのその歯止め規定とかそういうのもそうですけど。質問がたくさん来ているので、うん、もう質問来ないですか10個、まあ、質問を、テーマに喋るみたいな感じでいいですか、うん、まあ、多分参加者の方とスタッフとすごく、はい、サービスさんに聞きたいことがたくさんあるということでですね、はい、うん、はい、まあ、もし、喋った後に、うん、これちょっとカットとかだったら言っていただけたらと思うんですが、まあ、何でも大丈夫ですよ。はい、じゃあ、ペンネーム黒田さん、うん、東京都知事選の開票特番ラジオにて、うん、石丸真二氏に熟読してるんですかと問いかけに聞かれた際、動揺することなく熟読してますねと返せる武田さんの胆力に感激しました。後にご自身の X で、受け止める方が動揺したり絶句したりしなければ一瞬で彼自身の不安定さが明らかになるとつぶやいていらっしゃいましたが、頭でそう分かっていても実践に至るまでにはハードルがあると思います。私だったら動揺したら相手のツボ、思うツボと分かっていても確実にフリーズします。武田さんはどうやって動揺せず論戦できるメンタルの強さを育てられたのでしょうか。東京都知事選ありましたね。ありましたね。でも1ヶ月前ぐらいになりますけどね。もうなんか前世みたいな気持ちになりますけど、本当に遠い昔のように感じますけど、はい、ああいうこう選挙特番っていうのは、皆さんもね、いろんな民放で見たり、NHK で見たり、ラジオで聞いたりっていうのはあると思いますけど、基本的にその当選した方とか、まあ、当選できなかった方っていうのは、まあ、後でいろんなメディアに出るっていうことがもうあらかじめ決められていて、めっちゃ面白いですよ、ね、大好きです。小池百合子さんなぜかお出にならなかったんですけどね。お出にならなかった。もう最初から蓮舫さんは5分、まあ、石丸さんは5分、まあ、4分だったかな、決まってて、蓮舫さんは確か9時までの5分と石丸さんは
9時からの5分か4分だったんですけど、まあ、そうすると、まあ、質問できたとしても、まあ、1問か2問ということで、まあ、TBS ラジオのスタジオの中にはチキさんと、まあ、さっき出てましたけど農場桃子さんとプチカシマさんと僕がいたんで、まあ、質問できても1問だろうなと思った時に、まあ、どういう質問しようかなっていうのはあらかじめ考えてたんですけど、で、まあ、その選挙の前に、まあ、彼のいろんな動画を見てた時に、まあ、その喜多方市市長時代の、まあ、なんか有名になったあの恥を知れ恥みたいなのとか、まあ、いろんな議員さんに対してかなり厳しく出ているものとかを見て、で彼のインタビューかなんかで僕は常にミラーリングをするんですと、うん、つまりミラーリングっていうのはその相手の言ったことに対して、まあ、その相手に言われたことをそのまま返すっていうようなことを言ってたわけですね、まあ、それ実際、まあ、各テレビ局での彼の対応っていうのはまさにその通りだったわけなんですけど、まあ、そうするとこっちが何を言ったとしても、まあ、そういうミラーリングみたいなので来るんだろうなっていうふうに思ってたんで、うん、だとしたらまあ彼自身の本を読んでおいて彼自身の本について聞けば、まあ、ミラーリングっていうのはなかなかできなくなるだろうなっていう頭でいたので、まあ、彼のその本をあらかじめ読んでいって、まあ、気になるところを聞いていったら多分まあ彼は、まあ、いつものミラーリングをしようと思ったら、まあ、それ自分自身の本の問いかけだったんで、まあ、それに対してあまり積極的に答えることができなかったっていうことなんでしょうけど、でその後まあ彼のいろんなやり取りというのが話題になって、まあ、彼もいろんなところに出て何かあるインタビューで あれはどうしてその、まあ、僕らのことだけじゃなくていろんな民放でのやり取りでもどうしてああいう喧嘩っぱい感じになったんですか、喧嘩っぱいとは言ってないかな、ああいうやり取りになったんでしょうかっていうふうに言われた時にその内心をちょくってましたっていうふうに言ってたんですよね。それは僕はものすごく失礼なことだなと思って、まあ、別にメディアをなめるとか、まあ、僕ら逆にその政治家に対して挑発的であるとかそういうことってのはまあ別にいいと思うんですけど、まあ、そういった開かれた場所で中で内心をおちょくってる人と話すってことはなかなか難しいわけですよね。例えば僕がある T 社さんにギャフンと言わせてやりたいと思ってインタビューしに行くってことって別にいいと思うんですね。ある T 社さんが例えば僕の本を読んであそこ気になるところがあるか問い詰めたいっていうのは、まあ、あまりその攻撃的なのは良くないかもしれないけれど、まあ、やり取りとしては誠実だと思うんですよ。そのちゃんと気持ちを持ってやってるわけだから。でもここで内心別に今日話すのなんてどうでもいいやとかおちょくりながら喋ってるってことってのは本当にやってはいけないことだと思うんですけど、まあ、それはやっぱり彼自身はまあ後からのそのインタビューでそういうふうに言ってたんで、ああじゃあやっぱりそこあそこでああいう対応になるのはその通りだなというふうに思ったから、まあ、そういう仕組みだったんだなっていうふうに思って、まあ、個人的には納得したんですけど、まあその質問にあったのはそのなんでそこで動揺しないでいられるかっていうことだと思うんですけど、それは別に僕はもう動揺はしてましたけど、動揺を見せたら動揺を発見しに行くっていう人だと思うので、動揺させたってやってますからね。だから動揺して発見その動揺を発見させないためにどう立ち振る舞うかっていうふうにする。例えば僕がここ帰りますって言ったらちょっと動揺するわけじゃないですか、もうこんな帰りますよって そうすれば動揺するわけだけど、でもここでアルティシャさんが動揺しなかったら僕が動揺するわけですよね。帰りますって、ああどうぞどうぞって、後で私やってきますからって言ってたから、それはやっぱりまあ、そういうある意味緊張感のある場所での、まあ、コミュニケーションの、まあ、勝負とまでは言わないんですけど、こちらはメディア側、そちら側は、まあ、候補として出てこれだけ票を取って、まあ、これから注目される方になっているので、もちろん、まあ、彼はなんかそのなんかこう自分が強者であるっていう場所と弱者であるって場所を非常に使い分ける傾向がありますけど、元市長ですからね、首長なわけなので、ある程度厳しく追及されるっていうのは当然のことだと思うんですけど、だからまあそれに対してもある程度厳しく言ったというだけの話なんですけどね。そうですね、まあ、ああいう、こう選挙特番で時間も限られててっていう特殊な場じゃなく、その例えばこう日常でもああいう人っているじゃないですか、こう、でやっぱりそういう時にその一つはああいうね、こうなんかおちょくってやれとか、まあ、はい論破みたいな、なんかこういうやつってもう小学生で終えとけよみたいなやつだと思うんですよね。だからこの人イキリ小学生なんだなとか、まあ、イキリ中学生かなとかって思うと、まあ、あまり怖くはないというか、なんかね、イキってるんだなっていう、ね、懐かしさがあるんですよ。懐かしさあります。ああいう人いたよねみたいな。そうそれはもしかしたら自分だったかもしれないし、なんかこう自分の同級生にああいう感じの
あとやっぱ中学生の時とかに、うん、なんかやっぱこういろいろストレスが溜まってたから、うん、なんかこう文化祭とかで頑張ってる子に対して、うん、なんか何熱くなってんのみたいな、うん、やっぱデモとかで ね、 こう頑張ってる人に対してそんなのやっても無駄でしょ、うん、みたいなのって中1ぐらいまでは展開するんですけど、うん、まあ、あれをちょっと大人でやってるっていうのが、うんうん、そうですね。で、あの、まあ、ジャーナリストの安田浩一さんと前話した時に、それは別に石丸氏の話ではなかったですけど、うん、最近そのやっぱりニヤニヤするみたいなことっていうのすごく気になるんだってことを安田さんがおっしゃってて、まあ、安田さんはいろんな、まあ、沖縄の辺野古の、ね、現場とか、まあ、いろんなこうデモの運動とか、まあ、ヘイトの、ね、現場とかに行かれてて、そこにこう怒りがあるならまだいいんだと、怒りじゃなくてニヤニヤしてるんですよね。総称霊障みたいなやつですね。そうなんです。例えばその、うん、まあ、辺野古基地に行ったひろゆきっていうのが一番象徴的ですけど、まあ、何日連続で運動してますっていうところに行って、その看板を持ってね、ニヤニヤするっていうのをやりましたけど、例えばその、いや、あの辺野古に基地は必要なんだっていうふうに声高に訴える人、他はその口つけるべきじゃないと思いますけど、まあ、例えばその基地は必要なんだっていう人が真剣に訴えるんだとしたら、いや、でも僕は必要ないと思いますよっていうふうに、そこで議論が生じるわけですけど、うん、何こんなことやってんすかっていうふうに言われると、そのやっぱり怒りっていうのがやっぱりこうきちっと真ん中のテーブルがない状況になりますから、こう吐き出すことがなかなか吐き出すというか、こう議論できなくなるわけですよね。だそれってあの嘲笑の非常に効果があって、まあ広之氏もそうだし、まあ、石丸さんなんかの議論を見てても、あの、まあ、映像でいろいろ皆さんもご覧になったと思いますけど、まずプスッと笑うんですよね。あのこうやって質問したことだって何かに答えなきゃいけないんですかっていう。あれ見てたらムカついて、和太鼓とか習いに行こうかなって、うん、それはやっぱりあのその例えば質問者の、うん、質問が納得いかないかったりとか、稚拙だと思ったならば、え、それはどうしてそういうふうに思われたんですかとか、それって違うと思いますよっていうふうに言えば、まあ、それこそ別に論破を目指すってのは良くないんだけれど、論破って別にできると思うんですよね。その質問の意味がこういうことですか、これが足りないんじゃないですかっていうふうに言えば、そこで議論が生まれると思うんですけど、ふってこうはって鼻で笑うような光景っていうのが懐かしいですよね。確かに懐かしいし、でもやっぱりその我々にとっては懐かしいものが、あれがこうメディアっていうものをこうひっくり返すぐらいのことをやってくれたんだっていうふうに称賛する人がたくさんいたっていうのは、称賛する人がいるんだろうかっていうのはすごく感じますし、まあ、あれ以降、まあ、本当に僕メールアドレスとかもう問い合わせメールとか公開してるんで、まあ、彼がやっぱりこう非常に熱心なね、こう信奉してる人から、まあ、いろんなメール来たりしましたけど、まあ、その言葉遣いっていうのがかなりね乱暴になってきたなっていう感じがあって、まあ、それは、まあ、あの終わってから1週間ぐらい経ってから結構ね、その彼のああいう言い分はどうだったんだみたいなものがいろんなメディアを賑わすようになってから、なんかすごく乱暴になってきたなというふうに思うんで、まあ、別にあの彼がどうというよりも、その彼がなぜあそこまで票を集めたんだろうかってことに対してはすごく興味があるというか、いろいろ考えていかなくちゃいけないなというふうには思いますし、あのどんどんこう先鋭化してくると、やっぱりすごく言葉も強くなってくるんで、そのあたりをすごく心配してますけどね。そうですね、まあ、確かにその暇空のそのいわゆる信者みたいな人たちが、あ、ね、まあ、私のフェミ友とかにもすごく実質の攻撃をね、そのしてますから、こう嫌がらせメールだったりとか、はいはいはい、送りつけ被害みたいなものも過去にもありましたし、本当になんかねえ、トランプ支持者とかも最後議会まで行ったじゃないですか、議会の場合なんて、でなんかこうなんか国会議事堂みたいなところで、なんかあの、うん、廊下でうんことかおしっことかしてたらしいんですよ。すごくよく出るなってまず。ここで国会で今うんこしろとか言って、なかなか出ないじゃないですか。これいけますってね。これ今いけますみたいな。はい、そう出るっていうのも、まあ、そこはすごいなとか思うんですけど、うん、やっぱりなんか本当、どっかできっちりと、まあ、あの歯止めを、まあ、今回ちゃんとね、暇その保険とかもどんどん敗訴になってますけれども、うん、うん、しないと、でも果てはああいうことになる、ね、なんかつながる道なんだよっていうのは思いますよね、うん、ヘイトとか。まあでも本当にその選挙って、まあ、都知事選だったり4年に1回あるわけですけど、まあ、正直多くの人が、まあ、3年11ヶ月ぐらいほとんど考えてないわけですよね。うん、まあ、あのもういろいろラジオで喋ったりしましたけど、まあ、小池さん受かって1ヶ月で、小池さん今ツイッター全く更新しないで、うん、まあ、ほとんど定例会見以外では物を発しないみたいなことになっていて、でもそれって毎回彼女の作戦なんですよね。あのこの選挙の日に向けてこの山を盛り上げていって、ここで終わったら本当にもう発信がゼロになるっていう
でまた4年後多分 4.0 っていうのを提案して、ま、ここでやらなくちゃいけないっていうことになるんで、その作戦に騙されないためにやっぱりこの今の終わった感じ、終わった感じのどうしてお前何も言わないんだって、あれだけなんか大改革するって言ってたじゃないかっていうことの追及とかですね、まあ、もちろんそれはいろんな個々の立場あると思いますけど、どういうことやってるんですかってことをチェックしていくってことが必要なんですけど、それをやらないとまたその3年11ヶ月後3年10ヶ月後ぐらいに飛び道具的にいろんな人が出てきて、その熱狂のさせ方で票が集まるっていうことになると、当然そこの熱狂のさせ方には今どういう社会問題があるとかこういう問題があるとかっていうことは議論されなくなるわけですよね。まさにその石丸さんのあの選挙のその事務局というかね、その動かしてる人たちがあのその後でインタビュー答えてましたけど、まあ、とにかく政策のことは何も言わなくていいんだと、うんうん、あの手短にその日本を変えるとみんなが仲間なんですということを言うのを繰り返したっていう、60分そんなにあの炎天下の中で喋ってたって誰も聞かないから、とにかく10分15分で言うんだと、でそれはまああの作戦だというふうにまあ語ってるわけですけど、でもここってそれってその中身がなくていいんだぞっていうことをある意味言ってるわけですよね。で、中身がなくていいっていうことをここまではっきり言われてしまって、僕らがこう椅子から転げ落ちずにそれを読まなきゃいけない、まっすぐ見つめなきゃいけないってかなり相当やばいことだと思うんですよね。そうですね、トランプの英語も小学生、ちょっと4年生ぐらいの英語らしいんです、はいはい、そのネイティブの、あの友人に聞いたら英語苦手な人間でも分かります、全部分かるみたいな、うん、でやっぱりその強いアメリカを取り戻すとか、うん、こうなんかこうアメリカファーストみたいなのも、はいはいはい、トランプも本当ちょっと見てるだけも辛くなりますけどね、うん、なんかあのそういうことをこうやっぱりその分かりやすさですよね、うん、それに実際こうアメリカだったら半分ぐらいの人がそれに投票、うん、するみたいなのがあるわけなので、うん、その、まあ、まさに石丸さんのそのもう政策は言わなくていいと、とにかくあなたたちは仲間だみたいなことを言うとか、うんうん、その分かりやすさがやっぱり票につながってしまうんですよね。そのやっぱ選挙が始まる前とか終わった後によく言われるのは、その何々は票になるのかならないのかみたいなことってよく言われて、まあ、今回だったらその神宮外苑再開発の問題っていうのが、うん、実際どこまで票につながったのかみたいなことっていうのは終わると結構論じられたりするんですけど、まあ、以前の参院選だったか衆院選だったか、まあ、結構そのそれこそジェンダー平等っていうのをまあ野党が割と訴えたことがあって、まあ、結果的にその野党がそんなに芳しい結果が得られなかった時に、結構その論客の中にまあ、ジェンダーの話はあの票につながらなかったみたいな争点じゃないとかね、争点するっていう、まあ、たとえそのあのそれが票につながらなかったとしても、だからってそのジェンダー平等とかその今置かれている日本のジェンダー格差の問題っていうのを議論にしないっていうことを宣言するっていう、これって何なんだろうかっていう、その選挙になるたびに今の論点トレンドは何なのかっていう、そのお店屋さんのそのおすすめのメニューにどういうものを書けばお客さんが来てくれるのかっていうのが選挙になっちゃいけないわけですよね。どういう問題があるのかっていうことを、あのそれが票につながるつながらないじゃなくてきちっと並べなくちゃいけないんですけど、でもそういった今こういった日本の社会って当然問題は山積してるわけで、ジェンダーだけじゃなくて、そうするとこうメニューが膨大になるわけですよね。この膨大なメニューを見て、めんどくさいんだけどっていうのと、この表のお品書きになんか新鮮な何それ下から入りましたよ、あじゃあこっちの方が入りやすいな食べやすいなっていう風になるっていうのはすごく矛盾してるというか、非常に危ういことなんですよ、うん、だからそれお店の中何もないわけですから、その、まあ、その刺身はあるかもしれないけど、うんうん、何もできその知識とかいろんなものってないわけですからね。あと私が毎回すごくムカつくのがジェンダーのせいにするなと、お前たちはジェンダーの話を一言もしてない、して、うん、しなくたって勝てなかったぞって思うんですよ、まあ ですね、それはやっぱすごくジェンダーのせいにしてますよね。でも実際野党共闘ちゃんとうまくいかなかったとかさ、なんか本当にそういういろんな事情があるのに、それをなんかあたかもなんか票につながらないジェンダーの話をしてしまったからだって、こうジェンダーを悪者にするっていうところがもう、うん、まあ、本当にみそじいなと思いますし、うん、ジェンダーってみんなの問題だし、全部のこう全部がジェンダーにつながってる話じゃないですか。で、今日本がこんだけ沈没してるのもやっぱりそのジェンダー平等がこんなに進んでないからっていうのはもうありとあらゆる研究で出てるのに、もう何言ってやがるっていうね、はい、じゃあちょっとあの怒りの和太鼓を叩き上がってですね、はい、そうですね、あのいろんな質問が来てるんですけれども、春菜さんですね、
私の周りにはナチュラルに女性蔑視的な発言をする男性が多いです、うん、反論したり指摘すると人が変わったように不機嫌になり攻撃的な態度を向けられてしまいます、うん、女性蔑視を指摘すると反射的に怒り出す男性たちとうまく対話する方法はあると思いますか。私は怖いので正直もう対話したくないのですが、うん、反論しないと女性蔑視を肯定することになりそうで辛いです。マサデスさんの目にはそういう男性たちどのように映りますか。なぜ反射的に怒り出してしまうと思いますか、という質問。まあ、でもまあそういう人たちとね、こう話してなんかしんどい思いしたり辛い思いするんだったら別に話す必要はないと思いますけど、まあ、でも本当にそのジェンダーの問題の話をすると、まあ、これはこういった場でもいろいろ議論されたことあると思いますけど、とにかくお前の問題じゃないのに全部なんかお前の問題だと思って背負って怒り出す人ってのがいるわけですよね。俺はセクハラなんかしてないとか、うん、なんか別にあなたが痴漢するとか言ってる話しませんよみたいなね、うんうん、だからまあ、あのほらあのゴルフのほらあのゴルフのさグラウンドのところにこう静かにしてくださいってなるじゃないですか、うんうんうん、だからこうお前の話ではないっていうところを持ってからそういう話をすればいいんですかね。お前の話じゃないけど、いや本当に日本のさっていう男女格差はさとかさ賃金格差はさみたいな、でお前の話だよと思ったらこうやって避けるかもしれないですね。T シャツこれもね、こうしてね、こうやってそうそうパッと見せたりとか、うん、まあでも本当にこういうことは大変多いです、うん、でも本当にそれはでも完全にもちろんその無理してそういう人と話す必要はないんですけれど、それを完全に諦めるとやっぱりそこがすくすくと育ってしまうんで、うん、まあでも僕はそのマグチズムを削り取れっていう本を3年前ぐらい出してこの間文庫になったばっかりなんですけど、まあ、そこでよく話したのは、いやそれはまあ自分は男性として生きてるんで、そのマチズムとか男女格差の問題っていうのはまずその男だったら男が近くにいるわけだから、まず男同士でその処理をしてこいよっていう話なわけですよね。でそのマチズムを削り取れっていう本を出した時に、そのいろんなメディアでインタビューを答えた時に、結構そのインタビュアーの人がよくその男性なのにこういう問題を扱ってくれましたねみたいなことを言われたんだけど、でもそれに対する答えとしては、いや別に僕その男性として生きてるんで、むしろそのマチズムの問題っていうのはともすれば女性よりも近くにあるわけですよね。それも自分のお腹の中にもあるし、自分の目の前の友人たちにもあるから、そのジェンダーの問題になると、まずその男性たちがこうずらっと並んで女の人に対してちょっとこういう問題言ってもいいでしょうかみたいな、許可を取って言わなくちゃいけないみたいな感覚ってのは全然おかしな話だって、別に許可を取るとかじゃなくて、ここにいる連中でなんでこういうことになってるんだろうかっていうふうに話せばいいだけの話だから、むしろこうまあ、やりやすいというか距離は近い話なんですよね。それこそ、ね、伝わらないですよ、痴漢とかね、電車内痴漢って言ったら 99% 以上が男性なんだから、うん、その女性に痴漢はって聞きに来るんじゃなくて、うん、痴漢をする人がいなくなれば痴漢はなくなるんですよ。だから本当そうなんですよ、ね、だから本当男同士でそこは話してくださいよなんですよね、うん、じゃあ本当とかシンプルに言うと、その女性に対して痴漢ってどうやったらなくなると思いますかじゃなくて、うん、ここで やめないっていうふうに話をすると、そうなんですよ、終わる話、うん、だから自分は痴漢なんかしないって分かってると、そういう話じゃなくて、うん、どうしてその痴漢をしてしまうのか、じゃあそういう痴漢を見かけた時に自分たちどういうアクションができるのかとかですね、はいはいはい、それをですね、こう男が痴漢してるのにその女性に対してもっとこうすればとか、うん、じゃなくってっていう話なんですよね、うん、まさに。うん、そういうこと本当にありとあらゆる局面であると思って、そうですね、うん、あの確かにやっぱりこう関係もあるじゃないですか、その例えば私、うん、昔の広告会社の同期がその性的マイノリティに対する差別的な発言をした時に、うんはいはい、もう絶好やって言って消えてその店を飛び出すみたいなことして、はいはい、でもそこまでのインパクトを見せると、うんうん、やっぱ向こうもすごいやっぱびっくりして、うん、でもあんま大人って絶好とかしないじゃないですか、だから、そうそうそう、だからすごいびっくりして、やっぱそこからこうちゃんと学んでくれたみたいなのもあったんですよ。だからでもそれは同期だからできたわけで、例えば取引先とかですね、上司絶好やとか言ってないわけですよ。やっぱ関係性があるので、そういう場合にまあ本当この本にあの私はたくさんまあ書いたんですけれども、あのまあ、まずは反射的に笑顔を封印する。やっぱそこでこうなんか、いやこれは女には無理でしょみたいなことを言われた時にですね、ニコニコしてしまうと、うん、あの同意してるってやっぱ見なされて、自分もそれは嫌だと思うので、まあ、ニコニコせずにこう、まあ、びっくり顔とかね、うん、え、どういう意味ですかとか、はいはいはい、あと、まあ、真顔、なんかハシビロコ顔とか書いてますけど、ちょっと真顔で、あのもうこうなんですかね、本当同意はしませんと、少なくとも私は同意しませんとか、うん、そういう話に対してはノリが悪い人だみたいな風に向こうに思われるっていうのも、うん、やっぱり、まあ、一番最低限そういうこともできると思いますし、うん、やっぱりまあその質問返しだからもう、うん、え、なんでそう思うんですか、え、なんでなんでっていうの、うん、あのよくこうエジソン少年のように言うんですけど、はいはいはい、全部に対してなんでなんでって言ってたら向こうは絶対答えれないので、うんうん、なんかそういうこう
その、で、こうやってできなくても、できることはあるかなと思いますね。うん、あんまりその、本当にその、まあ、男性も女性もですけど、とりわけ女性はその、すごくこう、社会の中で、笑顔でいることっていうのはなんか求められるじゃないですか。うん、ベースの顔としての笑顔みたいなものが、あれをやっぱりこう、改善というのかな。そこまでこう、笑顔を、無理して笑顔する必要ないっていう感じっていうのは、これを社会に浸透させるにはどうしたらいいんだろうかって思いますよね。なんかフランスだとなんか無駄に笑、なんか笑顔だとアホと思ってるし、まあ、そうですよね。フランスなんかのことスーパーマーケットとか行くとね、そのレジ打ってくる人、これ大丈夫ですかこれ今レジ通してみたいな感じの不機嫌さだから、うんまあ、あれはさすがに不機嫌すぎるだろうとは思うけれど、なんかそのあれぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。そのなんかウェルカム笑顔みたいなのがベースになってると、ね、笑顔ってこうやって仏頂面でいるよりも疲れるじゃないですか、うんうん、あんまりこうここぞっていう時だけで笑顔いいんじゃないかなというふうにいつも思うんですけどね。そうなんですよ、うん、なんか本当日本の女性は声が高いっていうと相槌が多いっていう、だからみんながこう一億そ女子アナウンサー女性アナウンサー的な、はい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 、そうなんですかみたいなのがやっぱこう求められているから、うん、やっぱそういう風になってしまう、やっぱそれをしないとあいつ愛想悪いなとか、うん、やっぱそういう風に言われてしまうっていうのがあると思うんですけれども、うん、まあね、斉藤美奈子さんが何かのエッセイで書かれてたけど、その ATM のね、操作する時のこのアイコンとか全部女性で、声が女性で、大体そういったいろんな公共施設のアナウンスっていうのはね、女性の、それこそ笑顔ベースの声っていうのが前提になってたりするんで、そういうのが割と刷り込まれたりもしますから、うん、あれなんとかしてほしい、なんかね、例えば英語の勉強しようかなとか思って、はいはいはい、なんかこう、英語の多分ネイティブの人は普通に声で喋ってて、それのなんかこう和訳みたいなのを喋るのがなんか、ちゃんとそれ食べたのみたいな、なんか、こんな言い方しなくてよくないみたいな、なんか妙にセクシーみたいな。はいはいはい、確かに。でもそれもなんか、全然違うやんみたいな。うん。それに違和感を持つってことは非常に重要なことですね。気持ち悪くないですか？気持ち悪いですよ。それ多分ずっと慣れてるんですよね。うん。だからあんな ATM なんかなんか、なんだろう、別に。ウサギでもなんかワニでもいるそういうイラストでいいんじゃないかと思うんだよね、うん、でなんかこうニュートラルな声を使えばいいと思うし、びっくりしたんですけど、あの地方選挙の時に、うん、とある党のね、うぐいすさんがめっちゃなんか皆さんみたいな、なんかそのうぐいの感じみたいな、カノオ姉妹的な、そうなんですよ、うぐいすですよ、うぐいすね、うぐいすがそんななんか、あのなんか東の皆さんみたいな感じで、なんかもうドキドキすると思ったんで、戦略かなみたいな。戦略なんですかね。ね、びっくりしました。はい。まあ、あと、その、何ですかね、私はそういう、こう、性差別的な発言は、仕事の場とかでする人がいたら、もうどんどんチクろうっていうのを言ってるんですよ、コンプライアンスとかに。はいはい、言ってますよ。そうなんです。やっぱり、この、そういう味噌汁が染みついた人というのは、うん、その、女の話は聞かないみたいなのがありますから、その、で、上から、人事からとか言われると、うん、なんかこう、シュンとなるっていうのがあるし、うん、で、本当にね、やっぱこう、味噌汁が染みついた人が一番効果があるのって、処罰なんですよね。処罰ですよ。処罰なんですよ。人事、とにかくもう、人事の人がいますから、人事で生きてる人がいっぱいいますからね。本当に、だからあの、私の友人もセパ両リーグみたいなですね、セクハラパワハラな会社にいたんですが、今も全くなくなったと。嫌ですね、両リーグ。そうなんです、両リーグなんですよ。両リーグ全く、そういうのはなくなったのは、うん、あのルールが変わって、やっぱこう、はいはいはい、もう即降格とかになるようになったらしいですね。はいはい、そうしたら一切セクハラもパワハラもしなくなったおじさんだったら、やめようと思ったらやめれるわけですね。うん、でも結局それにやっぱりこう処罰なので、うん、あので、会社というのは、職場というのは、ちゃんとこう、そういうハラスメントとかに対応するっていうのは義務ですから、うん、そういうふうにちゃんと、しかるべきところに言う。うんというのを示してます。はい、あの会社辞めて10年になりますけど、まあ、会社辞めようと思ったきっかけはいくつもあるんですけど、その一つにあの一時期営業部にいたんですけど、うん、営業部がその取引先の、まあ、大きな組織の人事票がファックスで当時送られてきて、こう部長の前にこうおいあどこそこの会社の人事新人事ファックス来たぞっていう風になったら、その営業部の中の男の人たちがみんなそのファックスに集まって、こうやってなんか輪になって、人事に群がる。人事に群がって、なんとかさん新潟支店かとかね、なんとかさん、あ、これ結構一段階あの昇格したなみたいな、その光景を結構これぐらいの距離でこう見てて、ここで働き続けるのはまずいなっていう風に思ったんですよね。でもそれって、その心を持ったのって非常に重要なことで、それを持たないと多分数年でそこのスクラムの中に入って、裏から側に、あ、新潟してんすかみたいなことになってたと思うんで、でも逆に言うとそれぐらい、いわゆるこう、男性的な会社っていうのは、そういうもう人事、うん、A さんより B さんが先に行ったとか、B さんより C さんが期待されてたのに C さんは
いまいちだったみたいなことをすごく気にし続けてる人たちがいて、そういう人たちってそれこそセパリオリュー的なものがそことは切り離されてるものとこれまでずっと考えてきたんだけど、多分アルテイシアさんがおっしゃるように、いや当然それはそういったものに関わってきますよっていうふうになると、あじゃあそれはもうセパはやめた方がいいですねっていうふうに割と、なんでしょうね、だからそれのやめさせ方っていうのが本当にそのセとパを理解した上でのやめさせではないかもしれないけども、当然その被害者が出ることが一番いけないわけだから、それをこうストップさせるっていう意味ではそこを混ぜ合わせるっていうのは重要なことですよね。もうビビらせるしかないのかみたいな気がしますけどもね。ビビらせるってのは大事です、はい、じゃあ続きまして、匿名さんですね、どうすれば砂鉄さんや小池晃さんや丸山知事のようにミソジニーから脱却しジェンダー平等の実現に資するような男性が増えるのでしょうか。晃がね、あと砂鉄と並ぶなんてこう褒められててよかったね晃って感じなんですけど、そんなみんな晃で共通した認識で、なんか私結構最初に晃呼び始めたら、なんか共産党員の人も晃とか書き出して、もしなんか晃不足だとか書いて、晃不足、そうそう、なんかこう晃不足ってなんですね。そうだからなんか人気なんですよね、だからちょっとなんか晃の出番が少なくて晃不足だったみたいなとか、そういう時に使うんですか、そうそうそう、晃不足、最近は晃不足なんだけどみたいな、そうそうそう、もうちょっと晃見たかったなみたいな。晃は本当に私の方とかめっちゃ言ってくれてて、矢原さんこの前のこれ面白かったよ、すごい勉強になったよとかって言ってくれて、もう何冊も読んでくれてるんですよ、だからすごくで自分はジェンダーそんなに分かってないから勉強しないといけないって言って日々勉強みたいな感じだから、すごいイケてるアキラなんですけど、かたやですね、某党 の男性の議員さんがいて、もう私のフェミ友が親しいんで、ジェンダーもっとちゃんと学んでくださいって私の本を読んでもね、絶対読まないんですって。あ、字でも読まない。後で誰か言いますね、この配信中とか最初の外で、ね、そうそう、ちょっとこうカメラ止まってから言いますけど、誰か絶対読まないです。そういう意味でアキラ偉いなと思います。あ、でもそれだからもらっといて読まないっていう、それがその人の姿勢表明というかね、そうですよね、態度を見せてるわけですよね。後悔すると思ってましたよ、友達は。確かにそうですよね、返してほしいですよね。そうそうそう、ね、どうしたら砂鉄のように、晃のように。いやいやいや、別に僕もそんななんか、まあ、晃と会ったこともないし、晃がどれぐらいのそういうことを考えてらっしゃるとかっていうのはね、まあ、断片的にしか知らないですけど。断片的な晃。断片的な晃。別にそんなに見たくないです、断片的な晃。五等分の初期局長みたいな。いいですね。五等分の初期。まあでも別に自分自身がそういったいろんなね、まあ質問を削ったりみたいな本を書いたり、いろんなラジオで喋ったりすると、そういうまあジェンダー意識についてまあ高いとかなんとかって言われることはありますけど、まあ別に僕自身がそういったなんかなんていうのかな、もう完全にそういうのがクリアになりましたなんて当然思ってないし、まあいろんな自分が喋った、ああこれは良くなかったなとか、まあテレビ見てこうそれこそ妻とかと喋ってて、それ変だよとかおかしいよっていうふうに言われたりっていうことの割と繰り返しなんで、別になんていうか、ほらもうこんな感じになりましたよとは当然思ってないから、それ別にジェンダーの問題だけじゃないんですけど、どんな、まあ、その差別の問題であったり、そういうのもこう、あ、俺、私完璧ですよって思った瞬間に絶対完璧じゃなさみたいなのが出てくるわけだから、いや、これおかしいんじゃねえのっていうのを、まあ、ずっと思い続けるってことは必要なんじゃないかと思いますけどね。そのなんていうか、もう100点満点ですって思ってる人の危うさたら絶対ないので、かといってその読まない某議員のような人は0点だと思うんで、まあ、その自分はもちろん0点にはなろうとは思わないですけど、まあ、0点じゃないからといって別に100点じゃないっていう意識を持ってないといけないのかなというふうには思いますけどね。それはその都度こう社会的な話題になる時に、まあ、自分なんかこう SNS で書いたりとかラジオで喋ったりしますけど、果たしてこういう言い方が本当に良かったんだろうかっていうことっていうのは日々悩むんですよね。何ヶ月か前に上川法務大臣が私たちが産まずしてっていう発言が、知事を議員だったか知事だったかを誕生させるっていう意味で、まあ、彼女は言ったんだけれども、どうもその文脈を見るとその出産の産む性としてそれを言ってる。でもそれはそれこそまた切り取りの発言じゃないかみたいなものをまあ、議論になったじゃないですか。まあ、僕もあれでも全文を読んでみると、それはやっぱり女性として産むっていうことがあるから、それは議員を産むっていうことよりもその子供を産むっていうことをベースになってるから、その発言はおかしいぞっていうことは、まあ、ラジオで確か言ったと思うんですけど、でもそれに対しても、いや、がっかりしましたとか、別にあの人はそういうつもりで言ったんじゃないですよって
確かにこの世の中で飛び交っているいろんなしょうもないとんでもないミソジニー発言と比べると、じゃあそこまでこう一つ一つね時間をかけて議論することなのかどうなのかと、でもあの立場でねそういうことを言うっていうのは問題だろうなと思ったりとか、じゃあそういう時にどれぐらいどういう感じで発信をすればいいのかっていうのはすごく難しかったりするし、じゃあその上川さんに対してあのおばさんなかなかやるねって言った麻生太郎綺麗な肌とは言わないがとかね、そういうことを考えたらもうあの人のそういったミソジニー発言の積み重ねなんて本当にもう天井についちゃうぐらいのこと言ってるわけだから、じゃあやっぱりそっちを、まあ、自分だってねこう限られた何かで発信能力でどこをね追求していくべきかみたいなこのバランスってすごく難しいなと思うんですけど、そういうの本当一個一個思いますね。いろんな反応を見て、あこれでよかったのかな、あれでよかったのかなっていうことはね、それがあのもう完全に皆さんが賛成するってこともないし、あの全員がそれおかしいよっていうこともなくて、どこかではそれは必要だと思うよみたいなことがあったりするんで、そうするとあ毎回その都度その都度これはこういう考えでよかったんだろうかとか、これを言うべきだったんだろうかっていうふうに悩むんですよね。で悩むけど、まあ、その悩んだままでいいのかなというか、またそれ次に同じようなことが起きたときに、どうだったかな、こうだったなっていう感じを維持するしかないんじゃないですかね。そうですよね。その個人としてはそうだし、その、じゃあ、ジェンダーイコール男子を増やすためにはどういうことができるのか、どうでしょうかね。どうでしょうね。でもそれこそ、あのこの間なんかの映画で、あのインティマシーコーディネーターつけるつけないで、あえてつけないようにしましたみたいな発言っていうのがバーッとなんだこのインタビューひどいなっていうふうに拡散されて、それは本当にひどい判断だなと思いましたけど、でも冷静に考えてみるとインティマシーコーディネーターっていう、ね、ポジションのお仕事っていうのは知られるようになったのはこの1年2年ぐらいだろうし、まあ、そういうことが整備されてなかったっていうこと自体を知ったっていうのも割と最近だっていう人は多いと思うんで、インティマシーコーディネーターつけないでやっちゃいましたみたいなインタビューがこれだけ注目されるっていうこと自体っていうのが、あ結構こう 急速的にというかね、加速度的に、あこういうことまで議論されるようになってきたんだってことを考えると、やっぱり今までの一個一個がこう積み重なって、やっぱりこういうことはやめようとか、こういうことはこういうふうにしましょうよっていうのがかなり変わってきてるのかなっていうのは思いますね。自分が出版社辞めたの10年前ですけど、10年前ってまあ、そういう ABC みたいな割とこういろんな意識が詰まってるような書店に行っても、こういったジェンダーの本って本当に上野さんとかもう限られた本しかなかったですけど、今はもう翻訳書も含めてバーッともう土地としてね、あの面積的にもう5倍10倍ぐらいになっているわけでね、それがもう結構いろんな書店でも割とスタンダードになってきたじゃないですか。そういうことを考えると、ある点とある点で比べると、まかなりこうそういったジェンダーに対する考えとか男女平等に対して考えていかなくちゃいけないっていう総量は増えてるけれど、だけどまあ本当にその国を動かす人とか、まあ、企業の経営層とか、まあ、そういったところが変わらないから、やっぱりこうそれこそジェンダーギャップ質みたいなものはなかなか改善しないしっていう、だけどまあそこで、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、ジェンダーは表にならないよねとか、そういうようなところでこうせっかくこう積み上がっていったものをこう諦めてしまうとそこで止まってしまうので、なんかその過渡期なのかなというふうには思ってますけどね。そうですね、あとはやっぱりその自分が身の回りでコツコツできることとしては、なんか私こうやっぱ嬉しいなと思うのが、その自分の夫にこう、まあ、アルテンシャさんの本を読ませたら、なんかこう、まあ、ちょっとフェミに目覚めたとか、でそういうので、そので職場でもこう結構今フェミニズムの本をなんか読み始めて布教してますよみたいな話を聞いた、あすごい嬉しいなと思うんですけど、まあ嬉しいなと思った同時にその前に妻の話を聞けようと思うんですけど ね、やっぱ妻が言ってもなんか聞く耳も持たず、こう私とかこう赤の他人が言ったらなるほどとかって思うので、その妻は多分300回ぐらい言ってるぞそれとか私は思いますから、まあ、まず妻の話を聞けと思いつつ、やっぱりそうやって嬉しいなっていうのと、あと高齢男性がね、やっぱ森吉郎的な、高齢男性がやっぱすごくあの問題というか、まあ、ミソジニーな人多いんですけど、そういうところにも呼ばれるわけですよ。大量のおじいさんとか、大量のおじいさんのところに行った時に、その、共産党はね、おじいさんおばあさんパリテなんですけど、割とこう、ある、とある、そうなんですけど、ミソジニーと結構、ほぼおじいさんみたいなところに行くと、まあ、あれですね、その、
性差別をするなって言うと、保証してないみたいになってしまうので、性差別を見かけた時にアクティブバイスタンダーになりましょうみたいな、でこういうふうに、それは性差別だからやめなさいみたいなふうに言える人になりましょうねみたいな話だと、よし、じゃあ女性を守るみたいな、それもそれきしょいんですけど、なんかそっちの方が伝わるなと思いますね。守る方になるっていうか、その性差別を止める方になりましょうっていう言い方だと伝わるので、まあ、そっちにしてますね。確かにこう会社勤めしてる時にトラブルになるとなんか元気になる人っているじゃないですか。これなんでまだみたいなね。何どうしたとか言いながらちょっとなんか仕事をし始める。それもちょっとヒーロー願望みたいな。そうなんですよね。確かにそのキモいけれどそのヒーロー願望感をこうなんとか続くというか ね、それは非常に重要なことかもしれないですね。そうなんですよね。真正面から言うと男がみんな悪いわけじゃないみたいなことをやっぱり言っても、そこで尺がもったいないんで、もう最初からそういうアクティブバイスタンダーになりましょう。それだからそこでもそのからかその相手自身は根本的には変わらないけれども、とりあえずその応急処置的にそういう動きをしてもらいたいっていうことですよね。やっぱり効果があるのはどっちかみたいな。そうですよね。そうなんですよね。でもそういう人がこうなんか一つヒーロー家業をした後にまた元に戻るのか、あこういうことをどんどんやっていけばいいのかっていうふうになるのかっていうのは、結構いい変化になりますね。いい変化になるといいですけどね。なんかあれも性差別だなみたいな、なんかいきなりなんか目覚め出すみたいな。確かにね。そうなんですよね。なんかあのこうだからそこにもやっぱりこうなんかその、ね、困ってる女性を守らなければみたいな気もさはあるんですけど、歌とかもねそれこそこう、お前を守るみたいな歌ってめちゃめちゃ多いじゃないですか、でも、女性としては何からどうやって具体的に言ってみたいな感じなんですけど、本当に守りたいと思うんだったらあの、なんだろうね、性犯罪の刑法改正の署名集めるとかそういうことをしてほしいわけですよね。でああいう曲とか聴いてどう思われます守るぜみたいな。結構外国の曲でもありますか。まあ、割とこうロックの世界ってどっちかというとマッチョな世界が起きたりするん でそれが、まあ、まさに今おっしゃったようにこの何に対する何をどこから何を救おうとしてるのか、追い張るとかクワとか何が話をしてるのか、だからその拳を上げたけどなんか自分で下ろして終わるみたいなその力強く上げた拳は何のためだったんだみたいなものっていうのは、まあ、それはまあ海外日本問わずたくさんありますけどね。だからそれはあの自分も学生の頃ってこれそれ自体のかっこよさに憧れてたところがあったんで、まあ、今そういうものを改めて読んだり体感するともうこれの主語は 何だっていうかどこで何を何しようとしてるのかっていうことは思ったりもしますけど、やばい歌詞多いですよね。結構やばい歌詞多いですよね。だからそういうこうマチズモ的なものと、あとそのやっぱり今すごくこうなんつったらいいのかな、ポジティブで前向きですごくいい話みたいな、まあ、絆とかなんとかみたいな方向性のメッセージソングってものすごく多かったりするじゃないですか。でその歌い手とかバンド自体は別にそんなに見た目的にマッチョじゃないんだけれど、なんかそういうものを体感すると非常にこうただ無味乾燥で殺したちは何を考えてるのかよくわからないみたいなことっていうのは、まあ、とりわけこう日本のポップバンドには多いような気がしますけどね。あれはでもそういったところはやっぱり精査されてこなかったっていうことだと思うんですけどね。そうです、まあ、本当よく言われますけど、やっぱその社会とか政治に対する批判とか怒りみたいなのはすごくあんまり聞かないですよね。そうですね、あの政治と音楽っていうタイトルの本があって、宮入恭平さんという方だったと思うんですけど、まあ、その人があの2011年にあの斉藤和義さんが、まあ、原発についてずっと嘘だったんだぜっていうのを、まあ、発信して、まあ、それに対して、まあ、生き物係の水野さんという方がちょっと正確な文言を忘れましたけども、まあ、自分の、まあ、斉藤さんの曲が好きだったけどこういうようなあの曲の書き方というかアプローチの仕方は僕はあまり好きではないですねみたいなことを言って、ちょっと論争になったことがあって、それはその後、まあ、2人が対話したのかどうかちょっと忘れちゃいましたけど、でその、宮城さんという方がどっかの学校で大学で教えてらして、まあ、その現象というかやり取りを毎年先生徒に、まあどっちの立場理解できますかっていうことを聞いてってるらしいんですよね。そうするとやっぱりそのどんどんその後者のつまりその斉藤さんのそういう表現ってあんまり良くないと思いますよっていうふうに思ってる人がどんどん増えてきてるっていうのがその本の中に書いてあって、そうするとやっぱりその表現の中で何かこうアンチテーゼを盛り込むとか、まあ、そういったことっていうのがあんまりやらない方がいいよねみたいなことにどうもなってきちゃってるんじゃないかなっていう気がするんですけど、でもそれこそ K-POP とか聞いてれば
まあ、かなりね、非常にこう自分たちがどうやってそこに立つかっていうことを直接的に返したりもするわけだから、そのあたりのバランスっていうのはどうなってるのかちょっとわからないですけど、私はちょっとなんか世代論とか安易にあんまりするのも良くないと思いつつも、うん、でもなんかやっぱりこう私たちが、私がまあ若い時とか RC サクセションとかがその原発反対の曲で発揮になったりとかもしてて、だからそういうところがすごいかっこいいってやっぱ思ったわけですよね、結構そういう人多かったと思うんですよね、そういうところにしびれる憧れる的な、でもなんかやっぱりこう本当そういう、 こう政治向かって何か言うとか批判するみたいなことを、よしとしないっていうのは増えてる気はしますよね、だからそれは本当に全然その若者批判っていうことではなくて、そういう土壌を作ってしまったら、社会がそうだっていう、どちらかというとこの大人の世代の問題ということですから、なぜそこで、まあ、そういった彼ら彼女らがいやそういうことはあんまり言わない方がいいよって思う土壌になってしまったのかっていうのは、若者じゃなくて、こっち側を考えなくちゃいけないっていうことなんですけどね。本当にその北欧とかだと、こう、何ですかね、そのデモにこう出るっていうことが、学校でも、その就職でも評価されるとか、ちゃんとこう、社会問題に興味を持って、その、コミットするのは偉い、いいことなんだっていう、まあそういう国で育った子供たち、その、と、やっぱりこう、日本でこう出る杭は打たれるみたいな風に、やっぱ全然それはその、まさにパーソナルでポリティカルだなと思いますね。やっぱり政治の責任だし、社会の責任だなと思いますね。でもこういう話を、やっぱり、その授業とかでするとすごくみんな興味を持ちますね、その日本みたいな泥舟に皆さん多分いないと思うのでみたいな、だからそのゆくゆく海外とかに出る方も多いと思いますけど、海外では例えば政治の話を日本だとまあね意識高いとかタブー視されたりするけれども、海外だとその政治の話をできないと大人だと認められないと、だからそういう全然違うんだよみたいな話とか、まあ特にジェンダーについてもそうですね、 こんな世界に行ったら本当にバグってしまうから海外で通用しないよ例えばねみたいな話をすると、そこはなんかやっぱりあなたのメリットになりますよみたいな感じで話すと、こうしっかりこう自分たちのために聞くみたいなところがあるんですよ。だからそうなんですよね、結局それ教育がないとか、その大人ですら半分ぐらい選挙に行ってないんだから、ね、本当それは若者のせいではないなと思うんですよね。結構でも選挙の前後にこう街歩いてると、あこれ半分ぐらいの人行かないんだと思うと結構びっくりするっていうか、しますよ、ね、落ち込みますよね、勝手に想像して、ね、落ち込みます。あとなんか選挙特報でなんか維新圧勝とかでも、なんか私のタイムラインなんかおかしいかなみたいな、おかしいなと思いますけどね、なんかおかしいな、私のタイムラインだともうなんか、それこそ共産党とか政権取ってるような、また違うもう異世界なんですけどね、そうですね、明らか不足してるっていうのが出てくるんですよね。そうそうそう。タイムラインが出てくるぐらい。そうなんですよね。